次はタンパク質配列のデータベースです。ユニプロットというのとインタープロというものをご紹介します。で、ユニプロットのトップページなんですが、そうですね。まあ、画面にあるように、主に3つの内容で構成されていまして、ユニプロットナレッジベース、からユニレフ、からユニパークというものがありまして、でこれをちょっとまあ、分かりやすく書き下したのがこれで、これは配列、タンパク質の配列と、それからその機能、どんな機能があるかっていうのを、入れたもので、非常に信頼性が高いとさ、あ、高いものが入っています。で、ユニプロット KB、ナレッジベースというものは、実は中身は2つありまして、スイスプロットっていう部分とトレングルっていう部分があります。で、スイスプロットっていう部分が非常に信頼性が高いとされる部分で、マニュアルで、アノテーション、つまり、情報を付与する作業を行いまして、レビューされたデータです。で、もともとスイスプロットっていうデータベースがあったんですが、統合されたものです。で、それともともと別にあったのは、まあ、トレンブルっていうものがあって、これはエンブルの方で、DNA 配列をもとに、コンピューターで、タンパク質配列を予測したりして、その機能も予測でつけたりしたようなデータが入っています。で、レビューを受けてないんですが、非常にスイスプロットだけでは賄いきれないような、膨大なデータ、タンパク質配列データが入っているので、まあ、合わせて、有効活用していると。で、ユニプロットの中で、トレンブルってあると、まあ、本当に実在するかどうかとか、機能が本当にあるかどうかっていうのは、まあ、実はわからないんだけれども、その可能性があるということがわかるわけですね。で、2つ目のユニレフっていうのは、その配列も似たようなものがたくさんありますので、それを似たものをまとめた、クラスターにまとめたものです。それからユニパークっていうのは、その配列データと ID のアーカイブでありまして、まあ、特に何ですかね、重要なのはやっぱりユニプロット KB とスイスプロットトレンブルという名前を覚えていただければいいかと思います。で、次のページはその具体的な一つのエントリーを示したものです。で、これはレビューされたもので、つまりそのユニプロットナレッジベースの中のスイスプロットなんですね。スイスプロットのうちの一つのデータ、P69905 というアクセッション番号で、まあ、別名がついてて、HBA ヒューマンという名前ですね。これはまあ遺伝子の名前とか由来しているわけですが。で、まあ、ブラウザーではこのようにありますが、まあ、私はもうちょっと見やすいのは次のテキストデータの方が割と、まあ、わかりやすい。同じ情報がブラウザーでも見られるようになってまして、まあ、この人のヘモグロビン A の遺伝子に、プロテインについての情報なんですが、まあ、レビュードっていうのは先ほどあって、142アミノ酸の長さがあると。それからアクセッション番号が、まあ、大体複数ついています。これはいろいろ断片配列の登録が昔あったりして、統合されたりですね、したものが多いので、こういうふうに大体ある。複数のアクセッションが統合されています。それから、日付としては、まあ、ユニプロットに統合された日付と、それからシーケンスのバージョンが変わった日付、それから、まあ、リリース74、バージョン74でのエントリーがついた日付ですね、という3つの日付があって、それからディスクリプション、これ名前みたいなですね、フルではヘモグロビンサブユニットアルファと言われたり、オルタナティブネーム、別名があって、ヘモグロビンアルファチェーンと言われたり、あるいはアルファグロビンと言われるネーム、名前があると。で、ここの、ジーンネームとある程度オーソライズされた共通の名前としては、 HBA1 という名前がついたタンパク質です。まあ、あるいは HBA2 というのも実は同じであると。それから、これは
オーガニズムで、生物種としてはヒューマンで、それのタクソノミーといいますか、生物種系統でいけば、ユーカリオートの中の、これの中のということで、最後はホモサピエンスであると。それから、そのホモサピエンスっていうのくくりがですね、NCBA のタクソノミーデータベースの ID で言えば、9606番であるという意味です。それから、次にあるのは、塩基配列のデータ、つまりこのプロテインをコードしている塩基配列の方の情報としては、文献、こういう文献があったり、先ほど最初にあったメドラインの番号であったり、パブメドの文献番号、あるいは DOI っていうのも文献番号ですね。その文献は誰々が書いたこういうタイトルの論文で、ジャーナルはセルの 何年の何月号に出ていますと。そういう情報と、最後に、シーケンス、アミノ酸配列のシーケンスがあります。でモルキュラーウェイト、がこれぐらいの重さであって、でこのちょっと後ろの方はちょっとわからないんですけど、まあ、M から始まって、これはあれですね、メチオニンからスタートして、こういうアミノ酸配列を持つタンパク質であるという内容が書かれていると。まあ、代表的なデータ構造といいますか、項目の一覧ですが、このようになってまして、まあ、先ほど大体言ったもので、これはまあ CC だとコメントであるとか、DR は外部データベースであるとか、そういうことですね。はい、でもう一つのユニプロットと並んで、もう一個よく使われるタンパク質のデータベースというのがインタープロです。でこれはそうで書かれてあるようにファミリー分類であるとか、ドメイン、機能ドメインですね。それからアミノ酸配列上のリピート配列だとか、機能サイトに関して非常によく調べて情報を集めている統合データベースです。で統合データベースというからには、こういろんなものが集められているわけですが、ご覧のようにですね、複数のもともと違ったデータベースを統合したものです。でもともと違ったものはっていうのがこのようなものですという絵なんですが、ユニプロットっていう先ほど紹介したものですね。それからプロサイトっていう、これはここにありますようにプロテインファミリーやドメインのデータベースっていうものがもともとあって、まあ、それを統合して、ハマップっていうのがあって、これはまあマイクロバイアルプロテオン、微生物に特化したようなものですね。PFAM っていうのがあって、これはプロテインのドメインを、集めたようなデータベース、というのがプリンツとかプロドムとかスマートとかですね、いろいろありまして、まあ、大体インタープロの、まあ、主要な概念といいますか、ファミリー、ドメイン、機能サイト、モチーフとか、そのようなものがいろいろなデータベースだったんですが、やっぱこれをまとめていこうというエフォートがあって作られたものです。これは前半であって、他にも、タイガーファムとか、PIRSF、スーパーファミリー、ジーン 3D、パンサーといった、まあ、それぞれ今も独立に運用しているデータベースだったりするんですが、そういうものを統合してあります。多分こう、まあ、試験にはですね、こういう個別のデータベースの名前も出てくることがあるようです。で、インタープロの、は、まあ、単なるデータベースというだけではなくて、それを用いて新しいアミノ酸配列についてどういう機能を持っているかっていうのを予測するようなツールがあります。それがインタープロスキャンというもので、これはウェブサーバーで提供されるもので、インタープロに登録されている各種の機能ドメイン、構造ドメインを検索したり、ユーザーが入力した未知の配列、機能未知の配列を解析して、その中にどういう特徴があるか発見することができると。で簡単に使い方はちょっと絵がありますのでご紹介しますと、インタープロスキャンのトップページ、
に枠がありまして、まあ、ここの四角いところに配列をコピーペーストで入れるわけです。で、ここでチェックされているのはどういうデータベースのモチーフあるいはドメインを検索対象にするかというようなものを、まあ、最初全部チェックオールなんかしてあるわけですが、で実行ボタンを押すとまあ、ヒットしたものがいろいろ出てくるわけです。これはまあ配列として GPCR の配列を入れたので、まあ、その対応するものが出てきているわけですが、こういう画面の中、例えばインタープロの一つのエントリーがヒットしてあるという結果がありますので、ここをクリックしてみますと、インタープロのアノテーションの、そうですね、まあ、ヒットした一つのユニプロとのあるタンパク、IPR の276番にヒットした、その詳細が、まあ、ずっと書いてあると。で、まあ、そのタンパクについてあるいろんなアノテーションですね、まあ、なんでしょう、このスーパー、一つのスーパーファミリーにはさまざまなレセプター、具体的ないろんなタイプのタンパク質が一つのファミリーとして登録されていて、まあ、その一つがヒットしたっていうことなんですね。これはその一つの、そうですね、一つのプロテインファミリーにアノテーションされている、後で説明しますが、GO ターンというそのどういう機能を持っているかっていうデータなんですけど、そのようなものも、リンクが非常に綿密にされていて、どんどんこの関連する情報に飛べるようになっています。これはまたその、タクソノミックカバレージといいまして、その機能ドメインがどのような生物主観で共通に持っているかっていうのを示したもので、まあ、例えばネマトルっていうその線虫関係については400プロテインについて見られるドメインであるとか、その他の生物種でどの程度の数を共通に持っているかっていうのを示すものです。まあ、これはグラフィカルにそのヒットしたプロテインのどのアミノ酸領域にそのドメインがあるかっていうのが、まあ、グラフィカルに見れると。でインタープロスキャンの出力結果は4つのタイプに分類されるということを、まあ、1つ覚えておいてください。ファミリー、どういうプロテインファミリーかというのと、どういう機能ドメインか、あるいはどういうリピート配列かというのと、それから翻訳後修飾がどういうタイプかという4つですね。まあ、これはインタープロに書かれてあるデータと照らし合わせて言ってくるというわけです。で、インタープロについては以上でおります。で次にタンパク質データベースでもう一つ大きな特徴として立体構造っていうのがありますので、その立体構造について特化したプロテインデータバンクについてご紹介します。でこれはタンパク質とのまあ、基本的にはタンパク質の3次元構造のデータベースなんですが、核酸が入っているエントリーもあります。同時に入っていたりするんですね。で、このもともとどうやって取ったかというと X 線の結晶解析法であるとか NMR 法などによって実験的に取れた3次元構造を登録しています。でこれ、数年前に国際的な協力関係のもとワールドワイドプロテインデータバンクというものが設立されまして、そこにそのプロテイン、昔 PDB と言っていて国際的に、いろんな活動があったわけですが、その複数の、まあ、組織をちょっとこう、まあね、練り直したといいますか、新しい、共同組織というものにしまして、ワールドワイド PDB というものができました。それの、まあ、それぞれの組織が4つあるわけですが、
リサーチコラボラトリーフォーストラクチャルバイオインフォマティクスっていうアメリカのグループと、ヨーロッパの PDB-E というのと、日本では PDB-J というところですね。それから USA でいうとバイオロジカルマグネティックレゾナンスデータバンクという4つの組織が共同で、WWPDB というものを作っております。で、まあ、この絵はあのタンパク質の立体構造として、まあ、どのようなものが見つかっているかという一部の例を紹介したんですが、こういうのが、まあ、3次元の、まあ、数値のデータとして登録されています。でこれはあの WWPDB のホームページで、まあ、ここからいろんな組織の説明を見たりデータを閲覧したりすることができます。でこれは日本の、WWPDB の一つの組織である PDBJ あるいはデータベースである PDBJ のページです。まあ、日本語で書かれた部分があるので、まあ、ここから見ていけば十分かと思いますが、そうですね、まあ、ここからはその左側でキーワードサーチをしたり ID で検索したり、まあ、左側でそのいろいろなメニューがありますので、閲覧したりすることができると。で、PDB については以上ですが、次に反応経路のデータベースを紹介したいと思います。これは、まあ、有名なのは、2つ紹介しますけれども、リアクトームとケグですね。で、リアクトームというのは、ご覧の URL にありまして、人の使用反応経路、パスウェイや性格反応を基本的に収めたデータベースです。でも現在ですね、人以外のデータも格納しておりまして、23の生物種についてデータがあると。で、反応経路が種ですが、まあ、もちろんそのタンパク質間相互作用というものも収めてあります。それからその関連する外部のデータベースへのリンクがいろいろありまして、まあ、今日ご紹介したようなアンサンブルユニプロット以外に NCBI アントレジーンとかハップマップであるとか、この後紹介するケッグであるとかですね、そういうところのリンクがあったり、します。で、まあ、ここ作っているのはやっぱり共同作業で、維持されていて、コールドスプリングハーバーラボラトリーEBI とジオコンソーシアム共同でこのデータベースを作っていると。でこれはあのリアクトームのトップ画面です。で、まあ、ご覧のようにそのアポトーシスとかいろいろなシグナリングの特定のパスウェイであるとか、そういうのをこう選ぶようなことができて、まあ、この全体のパスウェイ その図のですね、まあ、どこにも、まあ キーワード選択でいけたりするんですね。でこれはその、まあ、詳細に入っていくと、どの分子がどの分子に、を活性化してとかですね、そういう図が見れることができる。これはあの生物種、収めてある生物種の一覧ですが、まあ、このぐらいの種類のものが収めてあります。で、これ例えばホモサピエンスの DNA DNA 複製に関係するパスウェイの、エントリーですね。誰が書いて、まあ、概要がこういうもので、その他キーワード、あるいは他の生物種へのパスウェイに行く場合、行くようなリンクがあって、でこの複製パスウェイの、まあ、絵で言うと、この辺に書いてありますよっていうのが出てくるわけですね。でリアクトームはまあ大体こんなもんで、もう一つ有名なのが日本で作られてますケッグパスウェイです。ケッグというのは京都エンサイクロペディアオブジーンズ&ゲノムズというものの略なんですけれども、基本的にパスウェイのデータベースとして有名で、まあ、それ以外にもですね、いろんな関連する情報がこの辺にあります。例えばケッグブライトっていうのはいろんなオントロジー機能階層が書いてあったり、ケッグジーンっていうのはもう遺伝子についてのデータベースで、まあ、遺伝子タンパク質ですね。
それからリガンドっていう化合物についてのデータも入ってたり、ディジーズ関係、ドラッグ関係、糖鎖のグリカンとかですね、ケグコンパウンドはメタボローム関係のデータがあったり、ケグプラントっていうその植物天然物のリソース、のようなさまざまなデータベースの、まあ、統合データベースですね。まあ、この2つリアクトームとケグっていうのは、まあ、反応経路あるいは代謝経路とか化学反応というものを収めたデータベースであるというところで、次に行きたいと思います。もう一つは多系のデータベースです。で、有名なのはやっぱり DB スニップっていうのがありまして、スニップっていうのはそもそも何かを簡単に復習しますと、一塩基多系シングルヌクレオタイドポリモーフィズムでありまして、ゲノム中に100塩基から300塩基に1つの割合で存在するような、個体間の違いですね。ゲノムと表現系をつなぐ基礎データとして非常に重要で、この DB スニップというデータベースは、これこの話になりますと、まあ、スニップという置換、まあ、スニップだと、まあ、通常置換のデータを置いてあるわけですが、挿入形質も、まあ、DB スニップは置いてあるということです。次の画面は DB スニップのドップ画面なんですけれども、これもやはり ID やキーワードでサーチしたり、するような画面が最初にありますね。これはバッチで、サーチするようなものがあります。下の方ですね。でこれが一つのデータの例になりますが、これはそうですね、例えばこの、これはレフスニップというスニップのクラスターをの示したものなんですが、これは例えばこの日付で登録されて、この遺伝子の何番目に A と G の2つのタイプがスニップとしてありますと、配列としてはこういう配列ですよというような、すいません、例になります。で、ゲノム多系のデータベースとして一つ DB スニップを紹介しておきます。で次に発現データベース、遺伝子発現のデータベースですが、今日は3つ GEO と RA エクスプレスとサイベックスっていうのを紹介します。まあ何をおいてもですね、 GEO というのが一番使われている、あるいは有名かと思いますが、ジーンエクスプレッションオムニバスというもので、やはり NCBI にあるものです。で、GEO のデータベースっていうのは、ですね、発現データのリポジトリであって、とにかくこうたくさん集めるということに主眼があるようです。で、データ形式というか、フォーマットみたいなものはマイアム形式というものがありまして、この中ではですね、データセットとかプロファイルアクセッションというものでサーチができたりします。で、そのマイアミ、先ほど言ったマイアミというものをちょっと詳しく紹介しますと、マイアミというのはミニマムインフォメーションアバウトマイクロアレイエクスペリメント略で、これはどういうデータを出してくださいと、登録してくださいというガイドラインで、マイクロアレイ実験を記述する上で最低限の情報を規定したガイドライン。ということです。で、このマイアミというガイドラインに準拠しているデータが GEO に登録されているので、登録されているデータは全て、例えばそのどういうプローブ配列を持っているかちゃんと書いてあるとか、ある程度の品質保証といいますか記述されているということが決まっているわけですね。で、これ厳密に言うとデータの形式や手段ではないということなんですね。中身を規定すると。中身とはどういうものかというと、生データであるとか生物種とか、
どういう資料であるか、あるいはどういうプローブ配列かというのがあのデータの中身であって、こういうものを規定しているのがマイアミガイドラインということだそうです。で詳しくはこの URL に、記述されていますのでご覧ください。まあ、マイアミというのは、ね、データベースではなくてガイドラインであって、まあ、それを満たすデータが GEO というデータベースに入っているというところをちょっと覚えておいていきたい。で GEO の基本データ構造について、お話ししますと、まあ、重要なのは、まず3つありまして、プラットフォーム、サンプル、シリーズという、まあ、カテゴリーといいますかね、データの種類ですね。でプラットフォームというものについては、GPL 何番という ID が振られます。これはあの実験に用いたアレイのタイプやプログリストについて、例えばそのある会社のある製品を使ったら、まあ、そのプラットフォーム何番というのが大体ついてたりするので、そういうものを どういうプラットフォームを使ったかというのを、この GPL 何番で表します。それからあの、まあ、それぞれの実験した測定値であるとか、それの実験条件ですね、これはあのサブミットする人ごとに違うと思いますが、それサンプルというカテゴリーで GSM 何番というのがつきます。で、3つ目にシリーズというのがあって、やっぱりその発現実験というのは関連してといいますかね、あの複数のサンプル測定をすることが多いので、それを登録する人が一つのシリーズとしてまとめます。そういうグループしたものについて一つの ID が振られまして、それを GSE 何番というふうに、この3つのセットが GEO のデータで重要な項目で、その関係がですね、この絵になっているわけですが、例えば同じプラットフォームを使っていろんな測定をしますね、いろんな実験をしますので、サンプルっていうのはサンプルの GSM 何番というのは複数ついたりします。でそういうもののうち、登録した人がですね、同じグループにしたい、ひとまとめにしたいっていうものを、まとめて一つのシリーズの番号をつけて、まとめるという、一対他の関係であり、こちらはサンプルとシリーズは多対他の関係であるというのを示しているのがこの図ですね。で、この3つ以外にですね、個別のそのデータセットに与えられる番号っていうのがあって、これは統計的に比較可能なサンプルを独自に GEO が再編成したものですね。この上の方は登録者の人が割とその決めるといいますか、選ぶものなんですが、そのサブミットした後で、GEO の方で、比較可能なものをまとめているのがある。これはあのすぐに解析使えて便利という特徴があるので、もしかしたら皆さんこちら あの GDS の方でいろいろ探すかもしれません。で次はあの GEO のこの一つのデータの表示画面で、先ほど、4番目に言った GDS 何番という一つの例なんですけれども、このアクセッション番号のデータでは、一応タイトルとしては、アルホメオブックスの、ディフィシエンシーエフェクト、何かをこう、ある部分がないケースについて発言がどう変わったかというのを見ているもので、サマリーとして、こういう実験をしたんですよと。で、プラットフォームの先ほど言った GPL 番号というのがついてますね。プラットフォームでありまして、そのどういうアレイタイプっていうのを使ったかというと、アフィメトリックス社の、何番というアレイを使いました。で論文はこういうのが出ていまして、でこれはマウスについて、の実験ですと。でシリーズっていうものがありまして、複数のサンプルをまとめたID ですね、についてはこれですと、いうようなデータで、これを例えば、この辺アナリシスとかありますけれども、クリックしていくと、
まあ、あの図のようなクラスター解析みたいなのもできるというのが、このひとまとめにした比較ありがたみといいますか、こういうある程度の少しの解析なんかもできると。で、GEO については以上ですが、似たようなあの発言データを収めているデータベースとして、エンブリー BI 欧州の、アレイエクスプレスというのがあります。これ詳細についてはちょっと今日はやりませんが、これも有名なもので、もう一つは日本でサイベックスっていう発言データのデータベースがあります。で、まあ、そうですね。一応 GEO とともに覚えておいていただきたいというような感じです。で、次に行きますと、オントロジーというデータベースがあります。オントロジーというのはそもそも何かっていうとですね、概念そのものか、それをまとめたものだったりする。概念というのは、大体、規定された言葉で表されていて、そういう、言葉の集合みたいなものですね。で、ジーンオントロジーというのは遺伝子に関する、言葉や概念について、収集し整理したものという感じになります。で、ここで言うのはジーンオントロジーという名前のデータベースなんですね。その名前のそういうデータベースについて、紹介します。で、これはまずプロジェクトっていうのがありまして、それはいろんな生物種とかいろんなデータベースですね、同じ遺伝子なのに違う名前で呼ばれてたり、あるいはいろんな機能なのにいろんな言い方で呼ばれてたりする、こういうのをまとめて、整理しましょうというようなプロジェクトですね。で、標語や表現を標準化するというプロジェクトです。で、これをすると何が嬉しいかというと、いろんなデータベースの結合なんとか比較とかが可能になるということで、で、これを主催するところはジーンオントロジーコンソーシアムというグループです。で、これの実態はサンガインスティテュートとかタイガーとか EBI とかいうようなグループが参加して作っています。生物種は、種を超えていろんなタームを整理しましょうということですが、マウスや小錠媒、酵母などが主な対象となっています。もちろん人も入っています。それからジーンオントロジーというのは、非常によく使われるんですが、他のいろんなインタープロとかユニプロットとかのデータベースとも、対応がついていて、このプロテインの機能は何とかですといったときにジーンオントロジーの何番の機能ですというような扱い方でよくされております。次にちょっと、具体例と基本的な構造があるんですが、用語全体の集合が一つのオントロジーとも言えるんですが、それはですね、階層構造をもってタームが関係づけられています。で、その第一階層というのが3つあって、これはとても有名というか、よくいろんなデータベースで、使われていますので覚えておいていただきたいんですが、分子機能、1つ目は分子機能、モレキュラーファンクション、2つ目はバイオロジカルプロセス、それから3つ目はセルラーコンポーネントで、これらのうちの、そうですね、機能だったら1番目のファンクションの階層の下の方の階層、どの階層かということで、遺伝子やプロテインの機能を語ることができる。例えば、そうですね、これは GO タームの例として IDGO の何番とかいう、ちょっと数字書いてないですけど、ここに数字が入ります。 N のところに数字が入ります。で、 GO の ID の振られている中身はっていうと、こういうテキストが書いてあるわけですね。セルのフィブロブラストグロースファクターレセプターバインディングというような、これ一つの、これ多分モレキュラーファンクションかなと思うんですが、こういう記号が書いてあって、これが、そういう機能を持っているプロテインとリンクしてたり、遺伝子とリンクしてたりするわけです。
でこれをその生物数を超えても共通に使ったりすることで、いろんなデータ間のやり取りが簡単になっていると。でこれはあのジーンオントロジーのホームページなんですけれども、まあ通常のまあサーチと同じようにここで GO ターボそのものを、まあ、一部分のキーワードを入れてサーチしたりですね、ID 番号 GO の何番というような形とか遺伝子の名前やプロテインの名前を入れて、どんな GO ターボが紐付けられているかっていうのをサーチすることができます。あるいはあの、まあ、そもそもジオターム自体そのどんなものかよくどんな言葉があるかよくわからないので大抵はですね閲覧していくわけですけれどもそのためにはあの、まあ、アミーゴというこれはツールが先ほどのページにリンクがありましてこれはあの一つのジオターム、ID では8253番のジオターンで 5-ヌクレオチデースアクティビティというジオタームの例です。これは、そうですね。第一階層では3674番という ID を持つモレキュラーファンクションというその階層の下にあるわけですけど、これが、まあ、先ほど言った3つの主な第一階層のうちの一つ目の例なんですね。モレキュラーファンクションについての言葉についての例ですから、この下に階層的にあるわけですが、まあ、この機能というのはニクレオチデースアクティビティの一つであるということがわかるし、まあどんどん階層的に言いますから、まあ、機能のうちカタリティックアクティビティというものがあって、そのうちの、ハイドロレースアクティビティというものであって、そのうちのという感じでですね、どんどん細かくなっていくと。で、こういう機能、まあ、言葉を規定しておくという、こういう階層であるということが見れるわけです。で、以上で、ジーンオントロジーというデータベースについて紹介がありますが、NCBI にはその他にもたくさんのデータベースがありまして、これは NCBI のサイトマップ、の上半分です、まあ、データベースっていうのが紫で書かれたもので、これがカテゴリー分けされたものです。で、例えばリテラチャーデータベース文献にはパブメドやパブメドセントラルオーミムこれは疾患系ですねとかブックスっていうデータベースがありますと。で分子データベースには核酸のデータベース、プロテインデータベース、構造遺伝子、遺伝子発現、それからタクソノミーというのは、まあ、系統ですね。そういうカテゴリーのデータベースがあって、そのうちその核酸データベースにはこれだけの個別のデータベースが実はあると。まあ、ジェンバンクというのをご紹介しました。それから、まあ、FSEC はこの後紹介するんですが、核酸のデータベースにも実はこれだけあって、プロテインのデータベースにもこれだけあってと、これが個別のデータベースの名前ですね。で右側にはそれらを解析したり探したりするためのツールがいっぱい書いてます。有名なのはブラストっていうのがありまして、これは配列、類似配列を探すための、プログラムツールです。で下の方にはですね、データベースにデータを登録するためのツールやウェブサイトが書いてあります。それから右側には、まあ、教育ってかエデュケーションってありますが、これらの情報を、まあ、広く皆さんに、理解してもらうためのドキュメント何か書いてあります。まあ、このように NCBI にはいろんなリソースがありまして、まあ、いろいろ見ていただくといいと思いますが、今日最後に、最後というか、NCBI の中で、まあ、特に重要なその他のものとしては、REFSEC というものがあります。これは、ゲノム、DNA、RNA、タンパク質のデータベースなんですが、重複がないようにまとめてあります。そういうもので、まあ、レファレンスとなるような配列を、再度こうアレンジして、作った配列のデータベースですね。
元はジェンバンクの配列データとかゲノムのデータベースデータ配列データが元になっています。それを整理したものですね。もう一つはOMIMと呼ばれているもので、これは略さずに言うとオンラインメンデリアンインヘリタンスインメンということで、人の疾患情報を集めたものです。これは文献をもとに情報を集めているところが特徴で、さらに人手でマニュアルのアノテーションをしていますので、非常にそのしっかりとした情報をが集められていて、疾患と遺伝子が紐付けられているデータベースです。でその他 NCBI 以外ですね、世界のデータベースといいますか、その今日ご紹介しなかったもので重要なといいますものをいくつか、これは私の所属するところの産総研で、作られている人の遺伝子の統合データベース H インビテーショナルデータベースといいます。これは今日ご紹介したさまざまなデータの多くについて、人の遺伝子にあるいはその転写物に着目してデータを整理統合したものです。でご覧のようにこれ日本語もあるので日本語用意すればよかったですが、遺伝子構造エクソイントロン構造であるとか選択的スプライシングノンコーディング RNA プロテインのファンクションドメイン、それから極材情報とか、パスウェイ、それから立体構造とかスニップ、発現データ、それから進化情報とか、それからタンパク質相互作用、ジーンファミリーというような情報をまとめてあります。それからここ数年間での、日本のアクティビティなんですが、日本で統合データベースプロジェクト、ライフサイエンス系のデータベースを統合するプロジェクトがありまして、そのホームページです。lifesciencedb.jp ということで、ここではですね、日本語で、今日ご紹介したような英語のデータベースの横断検索ができるようになっています。ので、ぜひ使いいただきたいんですが、で、これと関連して、これは主に文科省の活動としてやっているんですが、ゆくゆくは日本全部を統合するという形でやっていて、で経産省関連成果物のホームページも別途あります。これはそういう経産省関連のデータベースについてまとめたサイト で、ここのところ実は私が担当し、私 の関わるグループでやっているんですけども、連携して、日本のデータベースを統合し、で世界のデータベースも、参照できるようにしようという動きがあります。でその他ですね、やっぱりそのデータライフサイエンスのデータベースといえば、ニュクレックアシドリサーチというジャーナル学術誌がありまして、そこの毎年1月の特集号というものに皆さんそのデータベースを作った人が論文をサブミットして載せています。1993年から毎年ありまして、2009年まで全部を総合しますと、なんと1170個のデータベースがあると。で、NAR のサイトに行きますと、これらがリストされてあるわけです。で、同じデータベースがアップデートの論文ということで、1年ごととか2年ごとに載るような、メジャーなデータベースやアクティブなデータベースも、ありまして、2009年に載ったジャーナルだけ見ますと179個の論文あるいはデータベースというのが、その1月の特集号に載ったわけですが、そのうち大体半分ぐらいが実は、過去にもここに載っていたというようなアップデート版であるということで、この特集号を見るとですね、世界の、非常にアクティブなデータベースがわかるというわけです。でその他、ウィキペディアも非常に有用な情報が載ってまして、特に英語版ですね、そこを見ると個別の遺伝子について詳細な情報や論文の情報が載ってたりします。
それから Google スカラーも論文、まあ、パブメドのように使うことができますし、これは論文本体へのリンクだけでなく引用情報も載っています。この論文が、データ出版された後に他の論文に何回ぐらい引用されているかというような情報が見れます。で、引用情報で言えば有料なんですけれども ISI の Web of Knowledge とか Scopus というものも非常によく使われているようなデータベースです。その他ですね、参考図書として、JST のこの URL のサイトでいくつか、図書を紹介しています。で、それ以外に、例えばバイオリソース&データベース活用ですとか、テトリやシトリ活用法とかいう本も出ていまして、まあ、もう一つはあの実験医学の増刊としてこのようなものが出ています。以上で今日の分子データベースについてのお話を終わりました。